POG2023 から24コスモオーナーズクラブ募集馬前頭チェックパート1ということでね、まあ、コスモオーナーズさん、この2歳世代ですね、30頭合計で募集してます。まあ、実際にはね、15頭ずつ1期と2期で募集が分かれていたんですが、まあ、この30頭ね、まあ、いつも通り10頭ずつ紹介していくために、まあ、3つに分けてですね、まあ、募集番号1番から10番を今回は見ていきたいなというふうに思っております。というわけでね、早速やっていきましょう。募集番号1番、コスモアミマネラ、ボバ、父、スタディオブマン、母、バニティルールズ、母の父、ニューアプローチ、募集価格3000万円で、美穂の宗像厩舎。出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、曽祖母のレベッカ・シャープはコロネーションステークスの勝ち馬ということで、まあ一応そこそこの品系です。まあ、ビッグレッドファームの持ち込み馬。まあ父はね、ディープインパクト3区でヨーロッパの G1 を勝ったというね、まあ注目の血統という感じで、まあ日本に連れてくんなよと。まあね、持ち込み場ってことを考えると、まあ確かにね、お腹の中にいる産駒は、まあ日本で通用する可能性が高い方がいいのかな。まあ丸買いでね、連れてくんだったら、わざわざディープ産駒買ってこなくてもええやんけなんだけどね、ここら辺は難しいところでね、まあどっちにしろ注目の血統ということは言えるんじゃないかなというふうに思っております。そして募集番号2番、コスモインシスト、ボバ、父ダノンバラード、母キーパップ、母の父フレンチデピティ、募集価格1600万円で、美穂の小手川厩舎。出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が6歳。ちょっとね、近親の活躍馬がなしというような感じになっていて、まあ、母12歳児っていうあたり、まあ一応ね、これだけでこう足切りラインに達してない、まあけれども、まあこの年齢でね、まだ結果が出始めてないお母さん、まあ何よりね、4代遡っても活躍馬が出てこない品形ってことまで考えるとね、まあ厩舎が若手、うん、まあ POG 的に狙える要素っていうのは少ないのかなという気はしてしまいます。そして募集番号3番、コスモリダッシュ、ボバ、父祭りだゴッホ、母、ケイティラブ、母の父、スキャン、募集価格1800万円で、美穂の小笠厩舎。出産時の母の年齢が17歳、母出産時の祖母の年齢が11歳。お母さんはアイビスサマーダッシュの勝ち馬で、そのお兄さん、マイネルブルックは如月賞を勝っていますということでね、まあ、このケイティラブ3区、このね、コスモリダッシュのお兄さん、お姉さんの成績は、まあ、いまいち振るわないところなんですが、まあ、一応お母さん、そしてその兄と兄弟重賞制覇。まあ、ただね、やっぱり上が走っていない中で母17歳児産駒ってのは、まあ、これまでのね、データ的にも全く狙いようがないなということでね、母高齢ってのが気がかりということになってしまいます。まあ、そして4番、コスモプッドレア。ボバ、父ゴールドシップ、母コスモバタフライ、母の父ソングオブウィンド。募集価格1800万円で、美穂の小野厩舎。出産時の母の年齢が13歳、母出産時の祖母の年齢が10歳。この馬もね、まあ、4親等以内ってなってくると、活躍馬がいない血統ですね。まあ、ソリストダンサー、ソリストサンダー、まあ、武蔵野ステークスとかね、ダート重賞で活躍したソリストサンダーあたりが、まあ、そのあたりね、品系、もうちょっと離れたところに見当たるんですが、まあ、とはいえね、お母さん13歳児の産駒で、まあ、上が JRA 未勝利というあたり、まあ、これもね、狙い目とは言い難い気がします。まあ、そして募集番号5番、コスモカンタータ。ボバ、父ゴールドシップ、母コスモバルバラ、母の父ロージズインメイ。募集価格1800万円で、美穂の高木厩舎。出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が6歳。お母さんはマーメイドステークスの2着馬で、祖母のマンバラはフランスの G3 勝ち馬。お母さん自身で、ね、まあ、活躍馬だし、まあ、12歳児産駒とはいえね、一応お母さんが何頭かで、ね、勝ち馬を送り込んでいます。まあ、厩舎も実績が上がってきたところに変わってというあたり、まあ、お兄さんお姉さん以上という活躍が見込めるというのであれば、まあ、ある程度ね、検討に値するところもあるんじゃないかなというぐらいの扱いで、まあ、狙ってみたいなというふうには思っております。
そしてボス10番号6番コスモキュランダ、ボバ、父アルワイン、母サザンスピード、母の父サザンイメージ、募集価格2000万円で美保の加藤静也厩舎、出産時の母の年齢が17歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんは、コーフィールドカップの勝ち馬ということでね、オーストラリアの G1 馬ということになります。ただね、お兄さんお姉さんは5頭いて JRA の1勝馬が2頭、あとは JRA 未勝利、となってくるとね、母高齢に差し掛かりつつある中でのこの3区成績っていうのはちょっとさすがに狙いづらいかなというような結論になってしまいます。そして募集番号7番コスモフレディ、5番父シニスターミニスター、母南洋クイーン、母の父とワイニング、落札価格1700万円でセレクトセール搭載セクションでの落札。募集価格2500万円で美保の水野厩舎。出産時の母の年齢が15歳。母出産時の祖母の年齢が8歳。叔母のエアパスカルはチューリップ賞の勝ち馬。牝系はね、筋が通っているところなんですが、母の父とワイニングってこともあったりとか、母高齢ってこともあって、父シニスターミニスター、ダートシボバをつけられてという感じにはなっています。一応ね、ダートもね、クラシック予選ができて初年度っていうあたり、なかなかバカにできないぞというふうには言いたいところなんですけどね。母高齢ってあたりで1枚2枚割引ということにはなりそうです。そして募集番号8番コスモベラエステラ、ボバ、父北サンブラック、母リプリート、母の父マクフィー、落札価格3200万円でセレクトセール搭載セクションでの落札、募集価格4200万円で栗東清水久志厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が15歳、叔母のロマンティカはジャン・ロマネ賞の勝ち馬、海外 G1 馬で、祖母バンクスヒルは欧米でね、合わせて G1 3勝2着5回3着3回っていう名牝ですね。そのバンクスヒルの高齢出産による産駒というね、母出産時の祖母の年齢が気がかりですが、とはいえね、結構活躍馬が出てる華麗な牝系なんですね。そして北サンブラック産駒が、清水厩舎というあたりも一つ期待をしたいなということにはなると思います。そして募集番号9番コスモディナー、ここから牝馬ですね。父ダノンバラード、母コスモミール、母の父ヘクタープロテクター、募集価格1300万円で美保の伊藤新一厩舎、出産時の母の年齢が18歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんは新潟2歳ステークスの3着馬なんですが、4代母にね、オースメンテスコ、桜花賞馬という牝系です。桜花賞馬からの牝系で注目ではあるんですが、お母さんもね、一応2歳夏から活躍。ただね、母18歳児産駒はさすがにマイナス要素が過ぎるだろうというところにはなると思います。そして募集番号10番、コスモマチュア、牝馬、父スクリーンヒーロー、母サパナバディータ、母の父ケープロス、募集価格1400万円で美保の松山正厩舎、出産時の母の年齢が18歳、母出産時の祖母の年齢が22歳、甥のデルマルーブルが交流重賞2勝、交流 G1 で2着2回、3着1回、お姉さんのカリビアンゴールドがシオンステークス2着で秋華賞18着、秋華賞にもね、出走した7つ上の、ね、カリビアンゴールド、お姉さん以降、JRA の勝ち馬を出していないお母さん。一応ね、この年齢になってきて狙えるポイントといえば、空対明けというところぐらいかなというところでね、個人的にはスルーでいいかなというふうに思っております。そんなわけでね、今回も10頭紹介いたしました。以上、ハッチーでした。